じゃあいただきます。いただきます。おお、覚えた。チャラケッスンモニダー、チャラケッスンモニダー、チャラケッスンモニ、チャラケッスンモニダー。ただいまの時刻10月15日1時56分です。コンビニで買ってきたものを今から爆食するっていうね、話なんですけど、いろいろ買ったからちょっと普通に紹介していい？いいよ。コンビニでこういうゼリーが売ってるんですよ。二日酔いにならないゼリーらしくて、飲みやすかったよね。うん、めっちゃ飲みやすかった。日本でまあ買えることもないので買いだめしてきました。とりあえず飲み7回分買ってみた。可愛いこの持ち運び歯ブラシとか、なぜかニベアの可愛いリップ。試するの気持ちなかった。うちはお兄ちゃんにお土産買ったカカオのモブキャラ。てかやばいってマジで。本当にさ、この時間に元気になるのさ、もう夜行性アミューズ、真の夜行性アミューズ。うちは寝て5時とかに起きてこの動画撮って帰ろうって約束してたんですけど、兄ちゃんがラーメン食べたいの、ポテチ食べたい、騒ぎ出したのね。ポテチに関しては食べてた、もうすでに。そうそう、お腹空いてんじゃんみんなみたいな。え、じゃあ今でいいじゃんみたいな。深夜テンション正解だと思う。明日の朝死にたいような気持ちで撮るよりかはテンション高い状態撮った方が動画の質も上がるし、胃腐ってる。でも毎日毎日本当にわかる。明日以降のヘがかわいそう。ごめんね友達の、もし内側を鳴らしたら。え、本当に上からも下からも空気が止まらん。排気ガスを体が出そうとしてる。美味しくない？うん、カッパのおすすめ。うまっ。うわっ、何これあんた、うまそう。犯罪都市韓国です。これはコンビニに売ってる温める系の中で一番うまい。すごい褒めるけど、これマジでおすすめ。ゆうぴ、キンパ食べた。やばい、とんがとんかつキンパ。ほんとにこういうのが食になる。バーベキュー食いすぎ。見てみんなが、見てもらう。やばない？今までの何よりも食ってるよ今。ゆうぴの胃のキャッパがでかくなったおかげだよね。うちらこんな食べれてるの。マジでこの韓国で広がりに広がってると。いや、私もだ。え、見て思わない？うち思った。体でどこが一番出てるかって言ったらお腹だった。うん、キンパも食って麺も食って、やばない？ほんまに幸せの海。何が怖いって、全員一回寝床についてたっていう事実。うちなんてもう寝ようとしてたもん。見て、コンドーム買ってみた。開けてみよう。用ないけど別に。かわいいね。でもそうなんです。3個入り。あ、めっちゃ普通。なんかバナナのマーク嫌なんだけど。おしゃれでも何もかも。マカロンカッパ、韓国ののっぱに出てくるやつ。バニラアイス食べるよねみんな。これつけてアイスあるよ、うちの。やってみる。え、このスイカのやつ。うん、スイカのハーゲンダッツとか日本ねえなと思って。スプーンついてる。かわいい。ピーナッツ。この韓国での一番の思い出は何が一番楽しかったか。睡眠。もうそれは日本でもできる。本当はクラブ。クラブ本当怖いイメージしかないな後半。でもなんか一番韓国を感じたか。韓国人とゼロ距離っていうの。いや、バグってたね。ごぼう茶飲んでみて。ごぼうの味するから嫌なかも。罰ゲームやん、ごぼうのお茶とか。え、美味しいのよ。え、これ美味しいと思って飲んでんの。すごい。すごいかも。口がおかしいみたいになるやん、それ。おばあちゃんの口だね。え、そんなに畑確定なって感じ。でも食べて誰か、やばい。おお前、絵に描いたデブラネっていうとこ大ブーメランなんだけどさ。ここに来てマカロン来たらもうフルコースでしょ。カフェ行ってくれなかった、そういえば。てかマジで韓国来てカフェとか行かないのうちらだけだよ。え、普通みんな行くの？韓国って言ったらカフェじゃん。うん、みんな巡るよ、一日何件も。え、カフェの良さわかんない。ほぼ映えだよ。インスタ映えとかもあるしね。2年前とかめっちゃインスタ映えしてたなって思って。今回写真ガチないよ。え、だからメイクしてないもん、それ撮らんわ。目に焼き付ける派になった。うんっていう言い訳。これはみんなが知ってる梨ジュースですよ、缶のやつ。ペットボトルであんのすごい。次どこ行く？旅行。海外だったらハワイ行きたい。早かヨーロッパがいい。めちゃくちゃお金かかるとこ行くやん。シンガポール。シンガポールめっちゃいい。前のマネージャーがいるんですよ。え、めっちゃ良くない？シンガポール、うん、ユニバーあるし。行きたい、うん、汚いっていう概念がないらしいよシンガポール。ポイ捨てしたら犯罪だから。そもそもうちら粗大ゴミじゃん、自分たちが。法律で裁かれたりしないかなっていう心配。やばい、上陸した瞬間に回収させられてしまう。絶対そう。うち絶対全部食えないと思ってさ。何が？これもうやばい、世紀末。え、しかもなんか滑舌デブになってない？世紀末。あ、デブの喋り方。デブの喋り方ってきてる。もう今日もいびきやばいよ。いや、今日もいびきやばかった。やばかったと思うけど、この後のいびきは多分やばい。もう別苦しい時って本当に苦しいんだなと。あの窓ガラスは超えるね。向かいのビルまで届くね、きっと。待って、めっちゃうまい。メロン嫌いでしょあんた。メロン無理。ちょっとメロン味あるよ。でもいちご味もある。でもウリ科でしょ。ウリ科。ウリ科って何？キュウリとかウリとか。スイカメロン一緒だから。どうでもよすぎるこの話。仮面これ硬すぎて。インパージ確定。もうやばかった。
ちょ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 って顔なってる顔ブッサイクなんかさ、昨日から本当にブスって言われるんだけど待って、これ何の味だっけ。やだ、ちょ、一回食べて。あ、かりんとう手前芋けんぴピーチウユのもピーチウユじゃないよ、それアイスティーって書いてあるよ勝手にこの形とイラストでピーチウユだと勘違いした人いる。うん、まっ、うまいんだ。中耳炎になってさ、そういえばいつ最近もう耳が遠いんですよね。え、平気なの。平気じゃない、ずっとここ2週間ぐらい病院行った。行ってない。飛行機つらかったでしょ。毎日飛行機乗ってるみたいな感じ、耳が。え、それやばすぎびっくりしたんだから。いい意味で期待を裏切ってきたわ。いろんなしょうもないもの認定。それさ、舐めた途中で締めて浮かんできるよって。確かに。やっぱこんな爆食したのうち久々。お腹に入るのが怖いんだけど。さ、お腹いっぱいだけどさ、いけちゃうんだよね。まだ口に入れたいもん今。わかるよ。これとか言ってみる。うん、今日最後にしよう。今日最後にしよう。今日最後、もう別に何でもいい。姉さん見てください。勝ち組ですね、これは。ください。うわ、ゆうぴ。やば。何これ。サワークリーム。あ、そうそうですそうそう。まあこの辺食べてなかったら美味しいんだろうなっていう。てかもう組み合わせゴミ。先ほども言われてましたけど、世紀末ですこちら。お腹大丈夫かな、心配なんだけど。セイロガン飲みな。確かに。セイロガンめっちゃいいよ。本当にセイロガン信者。わあ、うまそう。ラスク。うまあ。うまい。映画食べながら見たい。見たいね。映画食べながら見たいんか。映画見ながら食べたい。食べたいね。疲れてきたもん。ちょ、今日頑張ったね。頑張った。えらい。オールして帰りたいぐらい。起きるのが辛いの分かってるから。ね、起きるの辛いの分かってて寝たくないよね。てか、うちアポのうざいとこ見つけた。もう起きない。改めて。起きない。今日何だっけ、6時に目覚ましかけてって言われてさ、かけたじゃん。だいたい1時間ぐらいかけたの、全部セットで。待って、そういうくだり多すぎて、いつの6時のこと言ってんの今日まあ朝の6時。そんなことあった。あ、あったね。うん、止めてって言われて、今日朝マジで。今回はでも仕方ないから、みんなで絶対起きようって言ったわけじゃん。それわかんないけどさ、本当に友達にもいんの。目覚まし一生スヌーズで、そうそう、1分刻みにかけてる人で、鳴って1秒止めんのそう、この音量ボタンで。それを一瞬って言うから、1回止めてって言ったのに止めなかったの、この人で。うち1時間後くらいに止めてって言ってんじゃん怒った。そう、めっちゃ綺麗やじゃんそしたらうち止めていいのあの人たち何なの、マジどういうこと。自分たちが起きれないの分かってるから、毎秒ごとにかけて、毎分ごとかで。起きれてないじゃん。起きないよ、だから何のためにかけてんのスヌーズ界隈うざすぎ。ほんとにイライラして。逆に起きれるんですか、あなたたちは。違う、だから一人の時どうやって起きてんのってことになってきてる。もう優が倒したうちのチャング。しんのすけキンパ界隈後頭部キンパ確定な。しかもお前キモ。しんのすけ、しんのすけのやつバイキモ。愛好家。あれどうやって起きてんの自分は。じゃあもう一人の時はみんな頑張ってんだよね。甘えってことはね、甘え甘え。起きるのに時間がかかるから、大体あの本当に起きないといけない時間の30分前とか1時間前ぐらいから気を上げていくみたいな。それがスヌーズ界隈の。人に迷惑かけといてさ、甘えっていうのめっちゃ向かってくる。起きろよ。起きれんもん。じゃあもう甘えなくていいよ。一回かけてくればこっち起きるから。え、だってマシ起こしてくれもん。起きんもん。起きない人起こしてどうすんね。だってマシ諦め早いもん。うざいもんだって。リリー、リリー起きて。ほぼ泡やん。うち1回とかで起きんのマジ。ゆうび起きなくね。いや、うちめっちゃ起きるよ。1回起きて2回でいける。ミスってない。でもなんか今日2回起こしたんだけど、2回目死ぬほど慌ててて可愛かった。起きる。え、それ朝。うん、1回起きてめっちゃ眠そうに、11時死んだって多分寝て、ガッパがお風呂入った時間早すぎてびっくりした。でも20分ぐらい入ってたよ。体感マジで2分後とか。あ、まばたき。その時一番焦ってたよね。めっちゃ焦ってた。マジ楽しかった。後悔しないでね、自分の夜の爆食に。美味しく食べれば0キロカロリーって韓国アイドルが言ってた。バイバイ。あらふめ。あらふめ。